3月3日水曜日の花粉情報をお伝えします。まずはお天気を見ていきましょう。今日雨を降らせた前線や低気圧は東へ離れ、日本付近は移動性高気圧に覆われます。その影響で北日本から西日本まで広く天気は回復し、日差しが届き穏やかな空となりそうです。そして雨上がりは花粉が多く飛散するため注意が必要です。各地の花粉飛散予想を見ていきましょう。東京、名古屋、大阪、広島、福岡、高知は非常に多い予想です。また新潟や金沢など北陸地方でも多い予想となっていますし、また東北の南部含めた仙台でもやや多い予想です。花粉症の方は対策が欠かせません。外出から帰ってきた際は上着についている花粉をしっかりと払い落とすなど、花粉対策を万全に行ってお過ごしください。以上、花粉飛散予想をお伝えしました。